はい、いろいろです。よろしくお願いいたします。今日はですね、久しぶりにレッスン系の動画をにしたいかなと思うんですけども、以前コメント欄にもあったですね、僕が以前たくさんのこう素晴らしいミュージシャンの方とセッションさせていただく機会がありまして、まあ、その中でも、まあ、反響の大きかった、大村隆義さんとのセッションとの動画での僕のアドリブの演奏のそのまあ簡単な解説をしてみたいかなと思いますので、今日も最後までよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、まあいろんな今とってはもういろんな要素をやってまして、まあ今日もこんな感じでギターレッスンの合間にちょっといろいろ動画を作っていて、皆さんにこうギターを楽しく学んでいただければなと思っていつも作っているんですけども、まあ僕の活動の中でまあいろいろな演奏をさせていただく中で、セッションをたくさんの素晴らしいミュージシャンの方とさせていただいて、まあかなり貴重な経験となってまして、まあそういったことをちょっと喋るのもまあ僕の動画ではしていこうかなと思っていて、まあ以前藤岡美京さんの動画は作ったんですけども、まあコメント欄にもそのようなリクエストがあったので、まあ今日はその大村隆史さんとのセッションの僕のフレーズですね、僕が弾いてたアドリブの解説をちらっとだけさせていただいて、僕基本的に対面レッスンの方はお近くの方だけとなっているので、まあ遠方の方とかオンラインでレッスンされたいっていう方はノートでのレッスンのリンクは貼ってありますので、そちらで、まあ、教材提供という形にはなりますけど、ぜひ楽しんでもらえればいいかなと思いますし、フルでの解説の方はそっちの方に上げようかなと思ってます。なので YouTube の方は基本的には、まあ、本当にポイントポイントっていうのをお話しさせていただければなと思います。最後までよろしくお願いいたします。ということでちょっと解説していこうかなと思うんですけども、あ、でも大村さんについて、まあ、失礼のないようにだけしたいんですけども、本当に一つだけちょっと言いたいのが、もう本当に僕の感想としてもただただかっこよくてですね、存在がもうとてつもなくかっこよくて、こう2日間ですかね、ちょっとこうセッションというか、まあ、2日間こういろいろこう姿をこう見ていてですね、当たり前ですけど弾き姿とかプレイ演奏能力、全てにおいてもうなんか僕が高校生の時憧れていたそのギターヒーロー像がもう本当そのままみたいな存在で、もうただただかっこよかったっていうのだけ、まあ、皆さん知っていらっしゃると思いますが、それだけちょっとお伝えしたかったです。とにかく本当かっこよかったです。まあその中で大村さんのプレイについて僕が解説するのはちょっとなんかあれなので、とりあえず僕 の, その時弾いてたアドリブプレイっていうのをご紹介したいかなと思うんですけども、基本的にはこの曲藤岡さんと大村さんが弾いていた動画を見て、で僕ちょっとやっぱり藤岡さんへのこの何というか敬意というかリスペクトというか、まあ、そのソロの進行の流れみたいなのは実はちょっと少し何というかこう影響というか、まあ、その藤岡さんが弾いていた流れをちょっとこう、僕なりに汲み取って弾いたフレーズではあるんです実は。そしてですね、まあ、今日解説しようかなと思うポイントは、まずはソロの弾き始めと、まあ、フレーズのなんかこう、トピックになるようなところを紹介したいかなと思うんですけども、まず弾き始めなんですけど、まあ、ソロの弾き始めっていうのは非常に、まあ、どんなソロでも大事だと思うんですけど、このソロの、弾き始めもなんかちょっと少しなんか不思議な感じの始まりになってるんですけども、基本コード進行が GABmの中で基本的にはできているので、キーは、Dmaj イコール Bmですね、 Bmスケールが、まあ、ほぼほぼ Bmスケールで弾いてるんですけども、はい、で最初だけ、最初まあ基本 Bmなんですけど、これはですね、まあ、音程差でちょっと変わった風に弾いてるのと、あとはそのスケールとスケールの間をクロマチックでつないでるっていうのがポイントです。でここだけちょっとハーモニックマイナーの音を入れてます。でそのクロマチックとハーモニックマイナーの音が入ることによってのちょっとこの不思議な感じが出てると思います。みたいな感じですね、はい、でその時もはいっていう感じなんですけども、この歌い方、この歌い方がですね、ちょっとなんとなくこうジャズ的な、よくある、なんというか音の動かし方を意識して実は作っています。
なのでここのフレーズに関してはちょっとフレーズ、まあ、そう聞こえないかもしれないけど、まあ、あの僕的にはちょっとジャズ的な音の動かし方を意識して使って今作っています。はい、であとはまあこう普通にマイナースケールをこう早弾きっぽいやレガートの早弾きっぽいやつでして、でその後がちょっとまあ面白くて、こういう基本 B マイナースケール9なんですけども、その中で、まあ、5度で上がってくるやつ、5度5度で上がるとなんかこのパワーコードプラスナインズみたいなのが、スケールの中でどんどん動いていくみたいな感じですね。はい、まあ、なので音程差をちょっと意識して全体的にこうメリハリをつけてるっていうのと、あとは藤岡さんが弾いてた流れをちょっと意識させてもらってます。はい、どうなんだ、まあ、そのちょっとミニスイープみたいな早弾きがあって、まあ、あとはそっか、あとはちょっと早弾き部分みたいな感じですね。はい、まあここら辺に関しては早弾き部分っていうのはある程度決めながらも、その場の当日のノリだったりとかがノリを入れてるんで、僕が今回デモ演奏で弾いたやつも多分若干違ってると思うんですけども、はい、まあ、こんな感じで一応構成をなんとなく全体的にこう決めて、あとはその変化を音程差とか、まあ、そういったリズムだったりとかにも変化をつけてソロを作ったっていう感じになります。まあ、先ほどもお話ししましたようにフルでの解説はノートでの僕のレッスンページであげようかなと思いますので、はい、まあ、どうしても気になった方はこちらをご覧ください。はい、っていう感じでしょうか。またいろいろ動画上げていこうかなと思いますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。